高橋由一チャンネル。日経新聞の6日のやつなんですけれども、財務省、金融庁、日銀が3者会合、株価変動も経済改善と。財務省と金融庁、日銀は6日午後3時から国際金融資本市場に関する情報交換会合を開いた。東京株式市場での日経平均株価の乱高下や外国為替市場での円相場について協議し、日本経済の改善見通しは変わらないとの認識で一致した。3者会合を開くのは3月以来となる。岸田首相も6日広島市内の記者会見で株価の乱高下について状況を冷静に判断することが重要だと述べたという記事があったんです。これはどうか。まあそう、まあちょっと落ち着いてくださいっていうだけの記事でさ。あ、落ち着いてください、うん、順調に回復してるってんだったら変な政策するなやってます、そう思うよ。そうですね、だからそんなあの変な政策しなければ結構順調に回復してるって言っててもいいんだけどね、はい、まあ日本銀行はさ、あれじゃない、あのこんな時に利上げしたって、利上げしたのは全く正当化されないってことは、はい、このライブチャンネルでも言ったしね、はいはい、財務省の方、財務省の方でさ、はい、あのプライマリーバランスの話についてね、ガンガンやろうとか思ってるんだからね、そういうふうな自分たちが変な政策しつつね、はい、それでね、日本経済大丈夫ですって言ったってなかなか信憑性はないよね。ちょっと説得力が、うん、ないんだけど、会合ってさ、すごく短いから、まあ、かなり形式的なんだけどね。あ、そうなんですね。うん、で確認したらどうのこうのって言うんだけど、はい、まあ多分確認したってんで一番大きいのはね、はい、これが6日の午後やったんだけど、はい、7日にね、日銀の副総裁のね、講演があったわけね。はい、その講演の時に変なこと言うなよってみんな言っただけだよ。これ変なこと言うなよ。これでね、この3社集まると、まあ、この財務省とに、あの、金融庁っていうのは、はい、基本的には一つのね、役所が分かれたし、そうですね、それで、この財務省のこの三村財務官っていうのと、はい、金融庁の伊藤長官っていうのは一気違いですよ。だからすごい近いから、もう知り合いなんだよね。そうなんです。で、この三村財務官っていうのも、私が役員にいた時にずっと金融庁にいたから、うん、だから金融庁のすごいよく知ってんだよね。なるほど。うん。だからまあ、そういう意味では、もう財務省対日銀っていうのがやってるっていうことなんだけど、うん、まあ、で、日銀の方が多分ね、あの、肩身狭かったと思うよ。違う、30日利上げしちゃったんだ、間違いない。まあ、財務省もさ、でもさ、はい、本当はさ、それさ、事前説明みたいなのあってやってたから、はいはい、あの、共犯は共犯だけどね、財務省を止めればよかったわけよ。あの、政策決定会合に出る人がいてね。はい、これ政府の中から出るんだけど、はい、そこに、あれだよね、あの、プレッシャーをかけたりするって、うん、もうこんな利上げするって話になったらやめろというふうに、うん、あの、言語に言えなくはないよ、はっきり言えば。うん、だから普通は日本銀行が根回しとしてさ、はい、あの、いろんな説明しちゃってさ、はい、根回ししてるから大丈夫だという市場が吸収できると思い込んじゃったってだけなんだけど、案外そうでもなくて、あそこまでデタラメだとさすがに無理だったと思うよ。うん、だからそれだったら財務省もね、事前に言ってた方が良かったと思うし、はい、なんだったらその日の当日の金融政策決定会合の時だって言えるんだからね、はい、でそれに出てきた時に、提案が出てきた時にちょっと待ってくださいと、でそういうのを言わなかったっていうのは財務省もさ、同罪だよね。そうか、金融庁もあんまりさ、言いにくいんだよね。あれ本当はあの利上げのやつって金融庁も儲かるからさ、あ、はい、うん、儲かるから言いにくかったんで、だから、まあ、みんな財務省も金融庁もって、だからもうあの、なんかそれぞれさ、共犯みたいな人がたくさん集まってるような会合だよ、これ。共犯者が集まって、やばい、うん、株価持ってる落ちちゃった、ね。戻っちゃった。やばいやばいって言ってんだけどね。だからそこの時に明らかに、あれだって7日に副総裁の話があったから、はい、こうだ、なんとか言えよって言った時、やっぱり副総裁は、はい、金融市場が不安定の時は利上げしませんって言っちゃったよな。言いましたね。はい。だからこれで、まあ、ちょっと落ち着くのは落ち着くわけですよね。落ち着く方向に行って、うん。三者会談の時にはね、はい、利上げが原因でしたかって言って、そんな話はしてませんって言って、してるよ、なら。日銀の方を見て、ちゃんとね、あれ事前で回した時何もやなかったじゃないですかって、そんな話をしてるんだよ、おそらく。そんな子供みたいな話。子供みたいな話だよ、はっきり言えば。だって誰が責任かって話だからさ。でもこれは、まあ、第一義的にやっぱり利上げの7月31日がみんなきっかけになってるのは間違いないからね。そうですよ、ね。だからもう上田職と言われてるよね。あ、上田職。だから総裁の内田さんって人が、はい、今年は日銀のプロパーで、はい、もう全部仕切ってる人だけどね、うんうん、上田さんなんて多分飾りだけだと思うけど、それから全部仕切ってる人が7日のね、はい、講演でね、はい、もう一言それしかもう誰もそんなんか何聞くか何を言うかなんか誰も関心なくてさ、マスコミいつもその
発言だけが気に入ってるわけだから金融市場不安定の時は利上げしませんって言っちゃった。それだからもうあれだよね、日銀も間違えました、すいませんって言ってたもんだよ、これ。ぐち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 書いてあるけどね。はい。うん、まあ、この、当面の7日に何をどういうふうに言うかぐらいだけ言ったんじゃないかな。うん、もちろんそれ表に言ってないよ。はい。もういろんなの市場のなんか回復しながら確認したなんて言ってるけどさ。はい、うん。そういうことじゃなかったんですね。そりゃ、これは違うよ、絶対に。はい、ここに集まった時にね。まあ、当面ね、あれで、講演が、誰か、どういう講演があるかっていうのとかね、はい、あの、例えば日銀総裁、財務大臣、はい、それとあと、まあ、日銀の執行部のね、はい、こう、外向けのね、話が何があるかっていう確認して、はい、そこで何を喋るかって、それだけの話で。それを決めたってことですね。うんうん、だから、とりあえず、これで収まったのは収まったんじゃないの？この岸田さんのこのコメントは、あ、これはだから一週間経由してね、はい、落ち着いてくださいって。だって岸田さんはあれじゃない、あの、兄さん思いっきり、あのさ、おっしゃったからさ、もう、しょうがないじゃない、今週か。兄さんやって慌てた人もいると思うよ。そうですよね、今回は。今回。まあ、私なんかさ、実はほら、結構年取ってるから、はい、バックマンデーなんて知ってるわけよ。役所の時にやって、経験があるんだよね、はい、であれはブックバックマンデー終わった後もすぐその後ポッと上がったの知ってるんだけどね。あ、案外ね、まあ、まあほっとけばいいっていうふうに思ってるだけ だけなんだけど、今の最近の人だってブラックマンデーなんて1987年だから知らんだろうな。その後も株価がすごく下がったっていうのは1990年ぐらいが多いんだよね。うん、それも私逆に一緒にいた時だから経験があるから、はいはい、まあ、それで前も話したかもしれない、これ営業特勤っていうのをね、はい、潰しにかかったから、あのバブル崩壊したなって分かってたから、うん、結構平気だったけどね。その時は何もね、こんな会議も開かなかったよ。どうしようもないもん。だって開いたところで何も言いようがないもん。なんか押しますなんてことも言えないしね。はい、何も会合も何も開きませんけどね。はい、日本銀行は日本銀行で、あの勝手にあれだよ、あの自分の尻拭いをするってだけだよ、はっきり言う、うん。しばらく日銀としてはこのまんまの、あの、キープして、下げることはないってことですね。うん、下げるっていうのはしないで、上げないっていう。上げないっていうことぐらいしかできない。本当はね、うん、もう一回下げたら面白いんだけどね。そうですよ、ね。うん。そしたら、みんながえっと解くよね。そしたらまたポンと上がる。上がるんだけどね。うん、そこまではしないで。もう無ビュー捨てってな。無ビュー捨てってのは、私たちは間違っていませんって言うんですよ。よく間違うんだけどさ、日本銀行はさ、よく間違ってね、それで間違い言わないから間違いが続くってことはよくあるんだけどね。それが失われた30年。そうそうそう。そう、今回はさすがに、こんなにドアホな説明で、本当にさ、はい、あの、インフレで上振れリスク全くないのにさ、やっちゃったってとんでもない話だったね。これだから市場の人の方がすごく賢いというか、分かってる。まあ市場の人もね、インフレ目標わかんないで、ただ単に、はい、まあ、あの、利己的にやってるだけだからね。いろんな解説見ても、はい、あの、実体経済回復してないのに利上げしちゃったって説明でしょ。あれはきっと正しくないよ。あ、インフレ目標やってるんだから、インフレ率の関係で見るしかないんだよ。うん、インフレ率の関係で説明してる人ほとんどいないじゃない。そうですね。うん。これはダメだよ、はい。あの、だからみんなやっぱりインフレ目標のって意味わかってないんだよ。なるほど。実体経済回復してるかしてないかっていうのは、うん、実はインフレ率っていうのを反映するから、そこで説明全部できるし、はい、しなきゃインフレ目標の政策ではないよ。実体経済回復してるかの指標って他にあるんですか？いや、よくわかんない。ただみんな適当に言うんだよ、これ。やっぱ適当なんです。もうね、なんかね、実体経済回復なんていうとね、はい、実は指標を抜きにして話するんだよ。例えば賃金が上がってないのどうのこうの。賃金の話だとまだね、インフレ率の話とちょっと関係があるから、はい、全く嘘ではないんだけど、うん、全く関係ないね、GDP みたいな話を持ってきていろんなこと言う人いるんだよ。ああいう風に言う人っていうのは、実はインフレ目標が、政策は理解してないから、結構間違う可能性高いよね。そうなんですね。実体経済みたいな、あの、あやふやのね、定性的な説明する人っていうのは、こういう時はあんまり聞いちゃダメだよ。じゃあ実体経済って言葉を聞いたら、ちょっと怪しい。よくわかんないで、説明できないから、ふわっとした言い方なんだよ、これ。インフレ目標の場合は、極めてみんなクリアに。はい。あの、説明できるから、うん、インフレ率の上振れリスクっていうのが全部できるからね。そういうことです。ということなんでね、はい、こういう時にね、あれで解説してるコメンテーターのね、お里もわかるからよく見ていたら嬉しいですよ。10月6日の日曜日、はい、チャンネル主催の、トークショーイベントを行います。ぜひ皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。